伊上神社の雨降りの滝伊上神社は、大阪府岸和田市にある神社。式内社で、旧社格は孫社。阿寒河は、滝村、羽生滝村のうぶすながみであり、推理の要所に祀られている。聖武天皇の治世、天平四年の夏に大干ばつがあった際、旧の霊言があったと言われる。また、陽勢天皇の御用、元領八年に、機内で大干ばつがあった際、 菅原道真を、方兵士として寄与したところ霊言があったと言われ、これ以降、雨降り明人と言われるようになったという。明治39年8月14日、内務省神社、宗教領局長伊名通長による、いわゆる神社合詞に基づき、明治40年11月11日、羽武木にあった、小本神社及び、一の瀬神社が尊者であった伊上神社に行使された。 境内は、上尾山の北側の裾にある。境内の前を流れる、津田川に注ぎ込む支流に滝があり、これが、雨降りの滝である。伊上神社のある地域は、比較的内陸にあるため、瀬戸内海気候に似て、梅雨後の降雨量が少ないという特徴がある。ところが境内を含む周辺は、湿潤な環境を有しており、この付近には、珍しい団地の紅葉樹種が見られ、 豊かな自然環境の中に位置する神社である。境内の車窓はコジとと、ミズバイが優先する、常緑公葉樹林で、ホルトの木、大眠立花、鶴光ジなどの常緑樹も見られる。昭和43年には、岸和田市の天然記念物に指定されている。大阪緑の百選に選定されており、平成元年には、大阪府の自然環境保全地域にも選ばれている。 しかし、上神社を含む上小山地区は、ここ50年で自然環境破壊が進んでしまった。現在、自然再生推進法に基づき、農林水産省の下で、上小山地区自然再生全体構想、上小山地区自然再生事業実施計画に基づいた自然再生事業が始まっている。ありがとうございます。